皆さんこんばんは、はちまるです。今日はね、このもう誰もが知ってるグリコのスナック菓子プリッツについて、まあ、新商品を、まあ、もうご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、新商品ご紹介します。季節限定です。プリッツの七味味とわさび味です。まあ、私がね、お店で目にしたのは数日ほど前からなんですけど、いやこれ美味しいんかなとか思いながらね、ちょっと買うのどうしようと思ってたんですけどね、ピリリと味わううま辛七味と書いてますね。なんだけどやっぱり気になるとね、やっぱりとことん気になるんですよ。もうやっぱりそれだったらもう買って食べてしまおうと、自分で味わおうということで、七味味とわさび味今日買ってきました。はい。でこちらのわさび味はですね、ツンとなんて書いてあったかな、ツンと味わううま辛わさびと書いてますね。はい。もともとね、私わさびも七味も大好きなんですよ。お味噌汁でもね七味入れますから、私合わせ味噌とかでちょっとピリッとするあたり美味しいんですよね。ということで、そうめんだったらこのわさび入れますしね、お蕎麦でも入れますし、はい。こういうちょっとツンとくるピリツンですかね、というのを私大好きです。これから夏に向けてこういうスパイシーな香辛料いいですね。ということで今日はこのプリッツの七味味とわさび味、はい、これのまあインプレッション紹介したいと思います。冷たい飲み物にぴったりって書いてますけども、まさしくその通りでね、これからだったらまあ夏場ビールとか、まあ、私の場合はビール飲まないんで缶チューハイなんですけども、それらのね当てにもうぴったりかと思います。はい。で、早速七味の方を取り出してみますと、まあ、ピンク色のやっぱり赤が基調になってるんですかね。でね、わさびの方はじゃあ緑かなと思ったらそうじゃなくて青なんですよね。レッドとブルーできましたかという感じですけども、はい。ちょっと中を覗いてみると、ちょっとねこれ一回箱を落としたんで割れちゃったんですけど、わさびの緑っぽい色がなんとなく染みついてますね。こちらは七味味の方ですけれども、おー、なんかホットレッドという感じがしますよね。さあ一体どういう味がするんでしょうか、ちょっと楽しみですね。はい。じゃあ早速七味味の方からいただいてみたいと思います。赤色してますね。気持ち赤色。はい。パリポ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 リと食べてますけども、七味味ね、思ったほど来ないですよ。もっとねピリピリっと来てもいいかなと思うんですけど、どこだったっけ、東鳩さんが出してるのかな、暴君ハバネロ、あれぐらい来てもいいと思うんですよ僕。結構辛さには免疫があるんでね、それぐらい来ないとなんかパンチないなっていう感じなんですが、でもこっちのわさび味はちょっと来ました。香りとわずかにツンという感じがちょっと来ました。いい塩梅ですわ。はい、いい塩梅だと思います。ということで、グリコさんが出されている季節限定のプリッツ七味味とわさび味のご紹介でした。